はい、こんにちは、マリモです。はい、皆さん、マリモ TV の初期の方覚えていますでしょうか？こちらの道具覚えていますでしょうか？こちらはマリモ TV のね、初期の方の、まあ、パート2の方で紹介した、まあ、迷路パズルボックスっていうものです。実はこれ難易度レベル1だったのですが、実は難易度レベル2の方を見つけてまいりました。それがこちら、 IQ パズルブロック。こちらマリモ TV パート2と同じようにね、脳の活性化という文字が書いてあります。そして難易度レベル2で、こちらダイソーの商品ですね。はい、これでピースがね、バラバラになりました。もう元の原型はわかりません。では早速これを組み立てていきましょう。すげえ、一応ブロックの形になりました。実はですね、これ種があります。こちらに組み立て例があるんです。これを見てやりました。すみません、これは自力ではございません。まあこれでは頭の活性にはなっていませんが、しかしこの組み立て例を見ていなかったら何時間かかっていたのでしょう。もうこの動画もう終わらなかったかもしれません。ということで今回は見させてもらうという形でこの動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。ではさよなら。